い、ということで引き続き上原愛さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。いやー、のりさん、ここまでいかがでしたか？いやー、なかなかさ、こんなプライベートとか昔のこととかね、聞くことがなかったからびっくりだね。驚くことばっかりですよ。嬉しい、ありがとうございます。かっこいいですよね、とにかく。ねー、負けず嫌いなところもまたいいですし、ね、いいですよ。あの、最初ね、前半の終わりですけど、お金をね、運用されてるっておっしゃってましたが、あの、先日もあの YouTube、 ご自身の YouTube で引っ越し動画を上げてましたが、はい、なんかマンションも今値上がりしてるから売却されたって、はい、おっしゃってましたよね。そうなんですよ、6年間ぐらい一応住んだんですけど。6年で結構ですよね。はい、引退してすぐ買ったんで、うん、へー、かっこいい。住んだんですけど、はい、なんか結構めっちゃ値上がりしてて、もう全然プラスで売却できて、すごいね。すごい、いい時に売ったということですね。ちょっとちゃんとこう温めておいた感じ。はい、温めておいて。計画的。その投資とかそういうのも全部あの勉強したんですか？私、あの、一回現役の時に詐欺にあって、そう、2000万、2500万ぐらい詐欺にボケで。どっから出たのその声？もう本当、ああなんですけど。どうそんな明るく言いられますね。やっぱ強いわ。そう、あって、なんかそれから、あ、これ人に任せてたら一生お金取られちゃうと思って、自分で勉強しようと思って、それでちょっとずつなんか投資の勉強をするようになって、で最初投資信託からなんか始めたりして、なんかいろいろそれで株をやってみたりとかして、なんか仮想とかやってみたり、なんかそれ。マンション買ってみたりとかして、うん、なんか勉強してみましたね。すごい。ただでは終わらないんですよ。ねえ。ねえ。え、ちなみにじゃあその1回詐欺にあった分もう回収はされたんですか？一応されたかな。うわ、されてます。かっこいい。すごい。帰ってきてはないですけどね、本人から。ねえ、本当ですよね。返せって感じですよね。さけやがって。え、今ちなみになんかオーナーもやられてるって。はいはいはい、はい、そう。そうなんですよ、経営してて、メンズの美容サロンを経営してるんですけど。おっと、私のお店はなんか脱毛がメインなんですけど。あ、そうなんですね。はい、ぜひ。なんか脱毛だったりとか、あとそれこそ美肌ケアだったりとか、うわ、はい、そういうのをやってて、ぜひ来てください。すごい。もう一つ、はい、とか、あと、うん、あのコンセプトカフェを今プロデュースしてて。すごい、はい、なぜかコンセプト。コンセプトカフェって、うん、あのなんかそのコンセプトに合わせて、うん、なんかあのメイドバーじゃないですけど、うん、なんかまあメイドだったらメイド、あの歴史とかがあのコンセプトだったら歴史のなんか人物のコスプレした子がいっぱいいるみたいな感じの、ね、サキュバスとかもありますね。そう、ありますね。いろんななんかコンセプトがあって、うんうん、あの私はあのそのメイドの格好をしたあのメイドバーみたいな、うん、メイドあカフェ&バーみたいな感じなんですけど、うん、なんかステージがあるので、うん、歌って踊れるので、うん、女の子たちがそうステージで、歌って踊る感じでやってるので、うん、結構そのアイドル育成じゃないけど、うん、そういうコンセプトを。すごい、実業家なんですね今ね。ね、かっこいいしか言ってない本当。うん、すごい。いやでも現役時代頑張ってあの貯金もされたからこそ今のね展開できてるんだなって思うんですけど、出演作で忘れられない作品ってございますか？うん、やっぱ引退作ですかね。引退作。そう、なんか結構その100人に追いかけられるって結構パッケージで割とみんな見たことあるんじゃないかなって思います。パッケージはあります。さらっと言ってますけど100人に追いかけられるって言いますか？そう、なんか逃走中みたいなやつ。すげえな。やった引退作すげえな。すごいですよね。そうなんですよ。でもそれなんか私は3回ぐらいやってて。え？ 3 回も、はい、だから300人に追いかけられてるんですよ。その最初の100人の第1弾の時に、その A オープンっていうのがあのその A の、 あの1番を決めるみたいなあったんですよ前。それで1位を取った作品なんですけど。すごい。なんかそれを3回ぐらいやってて、その3回目が引退作で。シリーズなんだね。え、それは上原さん的にやりこれで引退がいいってあったんですか？いや、私はプロデューサーにとにかくもうや誰もやったことがないぐらい派手にしてほしいって言ってて、でなのでその年末の12月30日にスタッフ含めて300人ぐらいなんか山奥に集まって、そこで行われたんですけど。すごい人数だから制作費もすごくないですか？なんでそんな年末にってありますけどね。まあ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 、まあそうなんですけど、ね、
そうなんですよ。どれ、あの打ち上げ花火とか最後上がってすごい、やっぱ大きいがあっていいですよね。エブですよ、打ち上げ花火上がって華やか、すごい。確かに、そう、すごい。だからそれだけ愛されてたっていうのもあるし ね。いや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 、そうですよね。じゃなきゃね、他にもね、印象深い作品でやっぱあったりします？いっぱいあるんですけど、うん、なんかアフリカとかは行って撮影したんですけど、うん、なんかそういうのはやっぱね、あんまりアフリカ行くことってないじゃないですか。ないですね。だから結構貴重な体験だなって思ってて、アフリカでじゃあその撮影したってこと？そうですね、原住民とみたいな。それってあの普通にあの普通にシンプルな疑問なんですけど、やっぱ大きいんですか？大きいですね、カラの大臣さんも本当に。その相手役の方はもう話は通してるわけですよね。まあそうですね、一応、まあ、そんなハプニングすごい聞いてねえよ。聞いてないで、アフリカの方もね、びっくりした、まあ、おおってなるもんね。すごい、アフリカに。え、じゃあ結構海外もいろんなとこ行った？海外めっちゃ行きました。その時全然行ける時だったんで、なんか撮影とかでもロスとかも行ったし、うん、なんかめちゃめちゃ行きましたね。まあ、すごいですね。なんだ、サファリパークじゃないけど、うん、その野生の動物たちがいっぱいいるところに行ったりとか、うんうん、なんかもうキャンプだったんですけど、その時、夜はなんかそのサイとかね、カバとかが出てくるから外出ちゃダメだよみたいな。いやいや、危ない危ない、テントにいても危ない。火つけていけないですよね、消しに来るからね、サイとかね。もう本当に早めの就寝で上原先生、それは別に大丈夫だったんですか？私動物めちゃめちゃ苦手なんですよ、ぶっちゃけ。でもそれが一番怖くて、なんか何よりも。確かに。え、じゃあ怯えながら寝る？寝てた。なんか目覚めたらガルルって言ったら怖い。いや、怖い怖い怖い。そういう危険だとあるわけですよね。そう、車とかもまだないから、普通になんかヒョウとかトラとかこの辺にいるんですよ。怖い怖い怖い。そう、めっちゃ怖いですよ。ゾウとかもいて、なんかもうなんか それこそキリンのなんか死体みたいな。リアル。そう、リアルに。ドキュメンタリーになってますですよね、もう。ドキュンなんですけど、それ自体が。ねえ、だからすごいよ。ちょっと一つね、また新たな情報を手に入れまして、あの今度なんと上原さんがストリップに出演されるってお伺いしたんですけども。はい、そうなんです。5月1日から、はい、浅草ロック座に出演するんですけど。おお、すごい。あの6年ぶりなんですよね。それが引退の時、そのストリップで引退したんですけど、それぶりに一回復帰しようかなみたいな。ちなみに復帰される理由って何かあったんですか？なんか私はこの上原愛っていう名前を使っている中で、やっぱりなんだろうな、少しでもなんかこう話題になるものをこう定期的に入れていきたいというか、定期的に入れていきたいというか、なんか、なんだろうな、まあ、私が2年半前に一回上原愛を復活させて、でそれで一回話題になったんですけど、まあそろそろかなみたいな、もう2年ぐらい経ったし、そろそろなんか話題作ろうかなと思った時に、あのやっぱりストリップで引退して、でもう一回ファンの人も見たいだろうなっていうのもあるし、ストリップ自体がもうコロナで今ちょっと あのね、あれなので、もう一回なんかそのお世話になったし、なんかもうちょっとなんだろう、盛り上げたいなっていうのもあるし、恩返しみたいなのもあってね。そうですね、20代後半、あ、一番最後、30目前に、なんだろう、前やった時は20代前半だったけど、今もう30だから体力とかも大丈夫かなとか、体力も使うしね。そう、思ってて、引退してからの方がでも10キロぐらい痩せたんで、結構、すごい、むしろちょっと見てくださいよ感もあると。そう、前とまた違うから、そこもね、大人の色っぽさみたいなのが。そうですね。いや、楽しみじゃない。のりちゃん絶対行きますよね、これ。ね、来てください。もう鼻の下伸びてない、大丈夫、大丈夫。いや、もうでも緊張して意外となんかこう、なんかこうやってる自分がおー、どうもどうもみたいな感じでやってる自分が想像はできるけどね。ちっちゃくなってんだから、ではですね、恒例のちょっと一人組手帳をお伺いしていきたいんですが、直近1週間で何回されましたでしょうか？直近1週間ゼロ。お、私もう本当に引退してから3ヶ月に1回とか半年に1回とか。そうなんすね。もういいと、もう一旦、もう一旦もう5年間にもう収めちゃった。だってほぼ毎日もうね。そう、すごい
頑張ってきましたから、ね、そうだよね、さっきの忙しさ聞いてれば、うん、ねえ、まあ行ったらいいかなみたいな。逆に言ったらその3ヶ月に1回は何があるんですか。うん、なんかたまに寝れなくなってっていう時、逆になんかお酒の代わりじゃないけど、ね、おあでも体に良さそう、そっちの方が良さそうですか。睡眠のために、まあ、寝るために、はい、ちなみにその、まあ、レアな1回のためのおかずは何ですか。はなんか素人の子が出てるようなエステモノ。あ、なんかエステモノ、わかります。自分に、うん、好きです。身近なものの方がいいんですか。そう、なんかエステモノやっぱ気持ちいいじゃないですか、あのエステされるの。それ想像されるので、あ、結構楽しい。3ヶ月に1回の一人組ではどうですか。いいなって感じですか。あ、いいなって思いつつすぐ寝れます。へー、これから今ストリップもね出演されるってことで、皆さんでね、うん、ぜひ応援ください、しましょう、ね、ありがとうございます。ということで本日のゲスト上原愛さんでした。ありがとうございました。